俊です。光平です。二人合わせてダンテルトです。お願いします。ね、言ってますけども。あ、鳩胸と猫背は鳩胸の勝ち。いや、急に何？これはですね。あー、ダメ。こんなの誰に受けるんだよ。何がダメなんだろうな、俺たち。コンビ解散すっか？そんなこと言うなよ。催眠術でもかけて受ければいいのにな。笑え！笑ってんだよ。笑うな、ジュースおごれ。俺何してんだ。眠れ。おいおい、光平、おいおい、光平、おい、鳩胸と猫背は鳩胸の勝ち。いや、急にな。あのさ、全然面白くない。おい、なんで終わらせてんだよ。鬼頭がいいって何も言ってなかったじゃん。めんどくせえ。なんだよ、話せよ。何する気だよ。おいしせやー。さあんなあれ。
その力を使うのはやめなさい。なんでこれのことを。後悔することになる。お前に関係ないだろう。その力を使うのはやめなさい。おごれ。さっきから何してんの？新ネタの練習？ふん、つまんな。やさ、これでうまいもん食えよって封筒渡されてさ、普通お金だと思うじゃん。いくらかなって思って開けたら、中身割り箸だったんだよ。どうしたのその顔。何？なんでずっと真顔なんだ。後悔することになる。しゅっ。なんだこれ。言ったでしょ、後悔すると。どうなってるんだよ。あなたは表情を奪われたの。お前は何なんだよ。私はあなたの心、あなたが作り出した存在。あなたは他人の感情をまた遊び、自分を優先した。これは報いよ。これからは感情を見せることなく生きていくの。何泣いてるんだ。勝手できるのが楽しかった。でも誰のことも考えてなかった。もうそんなのどうでもいいよ。ごめん。また二人で面白いことしよう。鳩胸と猫背は鳩胸の勝ち。やっぱ面白くねえな。これから面白くするんだよ。